最後の種目の女子シングルです。今日の滑りなんですけども、全体的にどうでした？大体50点ぐらいの出来だったんですけれど。随分辛いですね。そうですね、もうちょっと本番で練習通りにかけたらもうちょっと認定数がもらえたんではないかなと思います。今日の10位という順位についてはどうですか？そうですね、来る時からやっぱりコンパルソリー10位っていうのを目標であったんで、その10位に入れたっていうことではすごく嬉しいです。自分では50点の出来と言っていますが、これから伊藤さん得意のショートフリーと続きます。初のオリンピック期待しましょう。